皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、生き霊にまつわるオカルトな話、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。霊よりも生き霊の方が怖いという話をテレビで聞きました。そういう話あったらください。近所のアパートの大家さんから聞いた話。そのアパートは3階建てで、1階に大家さんが住んでいる。ある時1階の玄関を掃除していると、髪の長い女性がアパートの前を行ったり来たりしていた。ついその女性をじっと見ていると、女性がこっちに近づいてきて大家さんに声をかけてきた。〇〇くんはどこ？大家さんは意味がわからなくて返答に困っていると、女性は大家さんの目の前ですっと消えた。その数日後、大家さんが朝ごはんの支度をしていると、2階から凄まじい叫び声が聞こえた。大慌てで2階に行くと、呆然と佇む住居人の青年がおり、その青年の部屋の外のドアノブでは、女性が男物のネクタイで首をくくって亡くなっていたそうだ。呆然自失の青年を落ち着かせて警察と救急車を呼び、その日は大変だったそうだ。ただその時、その女性の顔に見覚えがあったような気がしたという。後日、青年の代わりにご家族が、謝罪と迷惑料、数日後には出ていく旨を伝えに来たらしい。ご家族の話では、女性は遺書を持っており、早い段階で自殺と判断されたそうだ。その女性は以前から青年をストーカーしており、青年も警察に相談に行っていたようで、注意はしていたのだが、今回の件で青年も参ってしまい、もう田舎に引っ込むそうだ。ご家族が帰った後で大家さんは思い出していた。あのアパートの前をうろついていた消えた女性、彼女はあの死んでいた女性に似ていたのではないか。何より、彼女の言った、〇〇くんは、青年の下の名前だ。あの女性が来た時、青年と鉢合っていたらどうなっていたのか。なんとなく今でもそれが気にかかると言っていた。私も好きな人をストーカーしたいから生き霊になりたい。とか言いつつすでに生き霊として会いに行ってたりしてね。生き霊は無意識の時に飛ぶそうです。生き霊飛ばしてやる、みたいに意識してやっても飛びません。ちなみに生き霊飛ばしてる人はとても疲れるそうです。生き霊は念の塊みたいなものだと思う。幽体離脱に近いんじゃないかと。私が高校生の時のことです。その日は遅刻してしまい、急いで学校に向かっている途中で、同じクラスの子と会いました。二人で、どうせもう間に合わないし、朝飯でも食べていこうよということになりまして。学校に行く途中にあるファーストフード店に寄ることにしました。私たちは入り口に一番近い席に座り、私は店の奥が正面になるように座っていました。その店は客席が狭く細長いところで、一番奥がトイレになっていました。当然平日の午前中なので店内は空いていて、客は私たち二人と、サラリーマン風なおじさん一人、そして一番奥の席に、チンピラ風な男が二人いました。食事も食べ終え、もうそろそろ店を出ようかという時、ついでにトイレに行こうと思い席を立ちました。ふと気づくと、チンピラ風の男の横に女の人が立っています。その女の人は、とても怖い顔つきで男の人を睨みつけています。男は全く気にしてない様子で、連れの男性と話を続けています。そしてその女の人の周りだけが、なんとなくピンク色の光が当たっているように見えます。なんだか異様な雰囲気で、結局トイレは学校で行くことにして店を出ました。学校に行く途中友達に、変な女の人いなかった、と、聞いてみると、そんな人いた？という返事。
友達は背を向けていたから気づかなかったのかなと思いつつも、入り口に一番近い席にいた私たち二人ともが、女の人が来たのに気づかなかったのが、なんだか不思議だなと思いました。それとピンクの光です。前にも何度か行ったことがある店だけど、あんなピンクの光の蛍光灯などなかったはず。そんなこともすっかり忘れていた頃、たまたまネットで、息量のオーラの色はピンク色だという書き込みを見ました。ということは、あの女の人は、実際に体験した話を一つ。俺には二つ年下の妹と、それと同い年の女のいとこがいた。仮に M とする。当時俺が19歳の予備校生だったから、妹と M は17歳だったはず。M は祖母の家に住んでいた。ある日、お盆で祖母の家に泊まりに行った。親戚が結構集まったが、1階には親やおじたちが、2階には俺とかいとことかが寝ることになった。妹と M が一緒の部屋で、俺は別の部屋で他の男のいとこと同室で寝ることになった。もう夜2時くらいだったので、親たちや小さいいとことかはみんな寝てた。俺は妹に携帯の充電器を貸してもらおうと思って、妹が寝る部屋に行った。そしたらドアを開ける前から、変なうなり声がしてたから、ノックして、何してんの？ってドアを開けた。ドアを開けると明かりがついていて、M が妹に馬乗りになって首を絞めていた。だが M は隣の布団に寝ていた。M が二人いた。意味がわからなかった。俺は M が二人いることでパニックになって、うわーと小声で叫んだ。大声を出したつもりだが、実際にはくぐもったような小さい声になった。M は無言で立ち上がり、部屋をゆっくり歩いて出て行った。やけに無表情だった。俺の声で起きても良さそうなものだが、M は普通に寝ていた。俺は腰が抜けそうな気分だったが、なんとか放心状態の妹を連れ出して別室に連れて行った。しばらくして妹も落ち着いてきたので、何があったか聞いたが、何が起きたかわからないそうだ。ただ首を絞めてきたのは、間違いなく M だったと言っていた。結局妹は、その後寝ないで朝まで俺たちの部屋の方にいた。部屋を出て行った M はそのまま消えてしまった。明け方になって妹が言うには、M はナンパで知り合った T 君が気に入っていたようだが、T 君は妹を気に入ったらしく、そのことで最近 M とギクシャクしていたらしい。あれが生きようってやつなのかなぁ、と妹は言っていた。生きようってよく聞くけど、実際に人に触れて危害を加えることなんてできるものかなと思った。次の日、起きてきた M に、恐る恐る昨夜何か異変がなかったか聞いたが、普通に寝ていたそうだ。話してて特におかしいところもなかった。今でもあの夜のことは不思議でしょうがない。俺が部屋に行かなければ、あの M は妹を絞め殺していたんだろうか。個人的にシャレにならない怖い話がある。うちの母は呪い殺されかけたことがある。祖父は見合い結婚だったが、祖母の前に見合いした人が一人いた。別に普通に綺麗な人だったけど、なんか嫌な感じがして断ったらしい。まあここまではよくある話。母が生まれてから祖父母は母を連れ、祖母の兄の結婚式に出た。そしたらなんと、その兄嫁というのが、祖父が断った相手だったらしい。お互いに全く知らなかったらしく、花嫁もかなりビビっていたそうだ。しかしその後、赤ん坊だった母が原因不明の病気になった。医者にかかっても一向に良くならない。それで田舎だからみんな迷信深くて、曾祖母がいた子みたいな人のところに祖母を連れて行った。そのいた子が言うには、兄嫁が原因であるらしい。
あの兄嫁の負の念が原因だと。もちろん初対面のいた子がそんなこと知ってるわけもなくて、祖母はただただ呆然としてたらしい。一応母のお祓いはしてもらったものの、相手は生きているし念も強いし、これからも大変だろう、みたいなことを言われたそうな。さらに怖いことに、もし男の子だったら、後取りになるだろうから確実に殺されていたって。母の体調は少しは良くなったが、病弱になり、祖母もその後流産したりで子供はできても授かれなかった。その兄嫁について後でわかったけど、親しい人に、私は人を呪える。殺すこともできる。私の機嫌を損ねた奴は絶対許さない。などと吹聴していたらしい。彼女は美人だけど自己中心的な人間だし、変なプライドだけはすごく高い。周りからはただの電波おばさん扱いされているけど、こっちからしてみれば怖い。ちなみに祖母の姉妹、みんな兄嫁とはうまくいかなかったらしいけど、男の子は一人も生まれなかったし、若い年齢で亡くなっている。呪いって絶対あると思う。ついでに私もそろそろ世の中で言われる結婚適齢期に差し掛かってきているが、自分も呪われているんじゃないかとすごく怖い。というのが、その兄嫁のおばさん、最近私のことをよく祖母に聞いてくるらしい。彼氏はいるけど、もう何回も原因不明の交通事故に巻き込まれてるし、無事結婚できるんだろうか。マジでシャレにならない。生き霊ってやっつけられると本体にダメージが返るって聞いたことあるけどどうなんだろう。生き霊は自分に返ってくると3倍返しとか聞きますな。思念はエネルギーだから、生き霊出した方も自分の生体エネルギーをごっそり分離させてるわけよね。人を呪わばあな二つ。子供の頃に体験した不思議な話を、団地に住んでいた時に、よく覚えてないんだけど、怒られて家に入れてもらえずに泣いていたら、左側の2階の踊り場から、母親がこっちを向いてにっこりと笑っていた。そしたら、別のところから母親の声がして、さっきの笑っていた母親はすでにいなくなっていた。母親の生き霊なのかはわからないけど、怖い感じはしなかったです。文章下手ですみません。学生時代寝坊して完全に1限目を飛ばしてしまい、仕方なく2限目から大学に行ったことがあった。友達に照れながら苦笑いして寝坊した胸を話すと、友達は怪訝な顔をして、俺が1限目に出席していたという。友人は、朝に俺がいつもの席にいないので、欠席だと思い授業の準備をしていたと。すると何席か前の方に、俺が見知らぬ生徒と親しそうに話している姿が見えたらしい。珍しいなと思い、よく覚えていたらしい。出席確認の時も完全にいつもの俺の声だったという。そんなはずはないと食い下がっても、全く信じていない。結局うやむやのまま2限目を受けたが、やはり気になって1限目の先生に確認してみた。先生は笑いながら、俺が確かに出席していたという。だが俺と親しげに話していた生徒については、出席を取ったにもかかわらず覚えていないというのだ。これだけなのだが、俺はそれ以降二度と寝坊はしなかった。もしまた遅刻したら、俺でない俺が現れるような気がして、あれ以来とても不安になるのだ。大学1年の夏の初め頃、当時俺の部屋にはクーラーはおろか扇風機もなくて、毎日が地獄だった。そんなある熱帯夜に、電話がかかってきた。夜中の1時くらいで、誰だこんな時間にと、多少切れ気味で電話に出た。すると電話口からは、ゴボゴボゴボ、という、何か水のような音がする。水の中で無理やり喋っているような感じだ。
混戦か何かで声が変になっているのかと思ったが、喋っているにしては間が開きすぎているような気がする。活字にしにくいが、あえて書くなら、ごぼごぼ、ごぼ、収集、ごぼ、ごぼり。いつもならゾッとするところだが、その時は暑さでイライラしていたので、うるせえな、誰だこら、と言ってしまった。それでも電話は続き、ごぼごぼと、相変わらず気泡のような音が定期的に聞こえた。俺も意地になって、誰だと繰り返していたが、10分ぐらい経っても一向に切れる気配がないので、いい加減馬鹿らしくなってこっちからぶち切った。それから3ヶ月くらい経って、そんなことをすっかり忘れていた頃に、また留守電に、あのゴボゴボゴボという音が入っていた。やはり録音時間いっぱいに、ゴボゴボ、シュー、ゴボ、と、気味が悪かったので消そうかと思ったが、なんとなく友人たちの意見を聞きたくて残していた。それで3日くらいして、ちょうどうちにサークルの先輩が遊びに来るというので、そのゴボゴボ以外の留守録を全部消して待っていた。先輩は勘がいいというか、いつも冷静で的確なアドバイスをくれる人だ。しかし例の留守電を聞かせると、先輩は青い顔で、明らかに動揺している。もう一回回しましょうか。と、俺が電話に近づこうとすると、やめろ、と凄まれた。これ、水の音に聞こえるのか。青い顔をしてそう聞かれた。え、他に何か聞こえるんですか。息量だ。まともに聞いてると寿命縮むよ。今も来てるよ。首が。実は俺には心当たりがあった。当時俺は、ある女性からストーキングまがいのことをされていて、相手にしないでいると、よく睡眠薬を飲んで死ぬみたいなことまで言われていた。顔が見えるんですか？それ女じゃないですか？そうだけど、でも顔だけじゃない。窓から首が伸びてる。俺はゾッとした。なんとかしてください。俺が泣きつくと、先輩は逃げ出しそうな引き腰でそわそわしながら、とにかくあの電話はかかってきても、もう絶対に聞くな。あとは本人が起きてる時にちゃんと話し合うしかない。そこまで言って、天井あたりを見上げて、目を見張った。これは下手したらこのまま死ぬぞ。もう首がちぎれそうだ。俺には見えない。引き止めたが先輩は帰ってしまったので、俺は泣く泣くストーキング女の家に向かった。以降のことはオカルトから逸脱するし、話したくないので割愛するが、結局俺はそれから丸2年ほどその女につきまとわれた。下手に依存心の強い人に関わると疲れるよね。生き量とか分身とかって、昔読んでた気功術の本に書いてあることと重なってますね。結局人間の持つ気みたいなものなのかなぁと思ったりすることがあるのですが、気功の本を何冊か読んだ程度ですが、そういった現象と辻褄が合います。だから生き量飛ばすとか分身とか、コントロールできないだけで、誰にでも能力は備わっているんですね。生き量を飛ばせたらとある奴を一生不幸のどん底に落としてやりたいよ。恨みのパワーで強くなるってエボニーデビルかよ。あんまり怖くないかもしれないけど、20年以上前の話です。友達のお姉さんの体験談です。大阪の梅田に、泉の広場っていう待ち合わせスポットがあるんですけど、そのお姉さんはそこで、自分の友人と待ち合わせをしていました。その日は、お姉さんは少し遅れてしまったんです。でも待ち合わせ相手はまだ来てなかったので、そのまま待ってました。ところが、30分経っても1時間経っても、相手は来ないんですね。公衆電話から相手の子の家の方に電話したら、その子のお母さんが出て、
もうとっくに出てるんですけど。とのこと。それならと、さらに1時間近く待ったんだけど、やっぱり来ない。自分も遅刻したけど、お姉さんは怒って帰ってしまいました。そしてその夜、相手の子の家に電話してみたら、その子が出たので、なんで来なかったのよー、と文句言ったら、相手が、今日普通に遊んだじゃない、と、ポカンとしている様子です。結局その日のことについて、二人の話は全く食い違っていたそうです。この話はここまでなんですが、私はその前に、遠藤周作のエッセイで、梅田の泉の広場に、自分の生きようにあった人が何人かいる、といった話を読んだことがあるんです。自分と生き写しの人物が目の前に現れて、ニヤッと笑って去っていく、といった内容なんですけど、なんとなくこれに近いものを感じてしまいます。私、仕事でムカついた奴がいて、その人の後ろを通るたびに、地になれって念を送っていたんですよね。それを続けて2、3ヶ月くらい経った頃、自分が軽い地になりました。怖くなって念を送るのをやめたら治りました。相手が地になったかどうかはわかりません。自業自得ってやつなのかな。そういや私の友人に、何か人に気に入らないことをされると不幸になれと呪う人がいるけど、本人はよく病気するし、仕事も短期のバイトつなぎ。旗から見ると、念を送った分自分も不幸になってるとしか思えない。生きようを払う方法は、生きように向けてそいつの名前を告げることだと聞いたことがある。生きようって無意識のうちに出てるものなのかな。自分も嫉妬心強い方だし、人間としてのレベルも低いから、もしかして気づかずに何か出ちゃってるかも。終わり。